どうもブロマンティークのユミです。本日はかなりスペシャルなものを持ってきました。こちらイギリス軍の、1960年パターン、イギリス軍、カーゴパンツのご紹介になります。まずこちらイギリス軍の、1960カーゴパンツについてますので概要をご説明していきたいと思います。いやーもうこういったねイギリス軍のもう誇る名作っていうのはもう本当に出てこないし、やっぱりめちゃくちゃ人気なんですよね。もういろんなブランドでサンプリングされてて、一番有名なのがなんだろうな、最近だとナイジェル・ケイボンとかがよく使ってますね。いやーもう本当これをね見つけた瞬間はもううわやったって思いましたね。これないんですよ本当に。よくある形っちゃ形なんですけど、グルカパンツはまあまあ見つかります。あのグルカパンツっていうのはあのここにベルトがついたものになりますね。あれもちょっと次仕入れたらやりたいんですけど、最近結構高騰しててなかなか買えなくて、これに関してはもうそう、これに関してはグルカパンツもこういったディテールあるんですけど、この P1960 パターンのパンツって本当にないんですよ。あっても市場でいくらなんだろう、2万3万、いやもっといくのかな、3万近いいくのかなってぐらいすごい希少でして、でちゃんとこのタグのよいしょ、ここのミルスペックも残ってるんですよね。こんな感じでなってますね。まあ、本当に P1960 と呼ばれるパンツなんですけども、この1960パターンのものっていうのはそのここのタグ見ればすぐ分かっている、の1960って書いてあるものがこういった P1960 パターンのパンツになりますね。それではこちらディティールを次見ていきたいと思います。まあ、あのこちらの一応目を引くのはここのポケットですよね。まあ、これがなんでここにあるかっていったら、ここにあのマガジン、あの銃の弾倉ですねをここに入れてすぐ取り出せるようにしています。でまああの次にこちらの左ポケットだけに付けられたこちらのカーゴポケット、まあ、これはもう何でも入るようなポケットですね。でちゃんとスリットポケットもちゃんと付いてます。でベルトループもイギリス軍おなじみの、結構イギリス軍に多いんですよねこのディティールが。よいしょ、こんな感じでベルトループがこんな感じのボタンになってますね。これもあのサスペンダーとかも付けられるようになってます。であとあのこうやってボタンでつけてなんかもう一つポケットをつけたりするような、別のその袋みたいになって、そういうのもつけられるようなディティールになってます。でこの M47 とかと同じような感じのこれですね、フランス軍の M47 が今入ってるんですけど、と同じのこのニーパッチで、次ちょっとめちゃくちゃ珍しいのがでしょ、ここになんともう下にこうやって裏地があるっていうこんな感じですね。これミリタリーのディティールでも相当ないですね。あんまり見たことなくて、まあ、これがあるかないかで多分防寒性も違いますし、あとまあそのなんつうの防寒性もあるし、防寒性もあるし、かつこうやっぱり生地自体がその2枚仕立てでやっぱタフなんですよね。なのでその弾とか当たった時でもまあある程度この少しでも軽症にしようというような配慮が含まれています。相当生地使ってますね。ってことはやっぱお金かかってますかなり。でもう一個不思議なのがここジッパーフライになってるんですけども、よいしょよいしょこんな感じの色になってます。これもなかなか不思議ですよね、こういった色のものって。でなぜかあと下に写真差し込んどくんですけど、ちょっと見せられなくて、でこれがダブルジップになってるんですよね。これをもうなんか全く見たことないっていう、パンツのポケットにダブルジップ使うかっていう、よいしょ、下からもう開けられるみたいな、ちょっと硬いですねこれ。普通にまあ男性がトイレ行く時とかに下から開けるように使うんですかねこれ。まあ上から開けちゃえばいいのかなと思いますけど、まあ、なかなか本当にこんなこだわるかってぐらいのディティールって本当にイギリス軍多いんですよ。だからやっぱり人気ですかね。もう本当こだわんなくていいとこまでやんのみたいな。で後ろ見るとこんな感じです。ポケットが1個だけ、これも古いディティールですね。でここにもその生地がもう1枚使われててこんな感じででっかく使われてますね。よいしょ、こんな感じで海外だとこれモンキーヒップっていうんだけど、まあ、猿のお尻ですね。でまあこれがもうこれもやっぱりなんかこう座った時とかに、まあ、水が浸水しないようになったりとか、結構お尻って人間の部位だから結構大事な
部位のようで、まあ、内臓にすごい近いので、まあ、それも守るようにこんな感じのすごい豪華な作りになってますね。いやもうやっぱ本当に一言で言うならば、イギリス軍ってもう本当にもうなんだろう、めちゃくちゃお金使ってるんですよね、一着一着に。こだわりがやっぱ非常に感じられる。だからやっぱりそのミリタリーの中でも他の軍をもうね抜いて、素晴らしいもう人気とやっぱりもうディティールを誇るんですよね。いやーやっぱ素晴らしい、もうため息出ますね正直。生地のやっぱりこの使い方もなんかすごい、これ太いっていうか厚い生地使ってるんですよ。ベンタイルとまでいかないんですけども、厚いかつかなりこうあの練りが強く、よりが強く作られてる生地ですね。なのでパッカリングもこんな感じで出てます。いやー素晴らしい、あんまり手放したくないですねこれは。この1960年代ぐらいのイギリスってその NATO 軍に一応なってて、でそれでそのなんだろう、もうイギリス軍のものであるけども、タグの中にあの USA サイズとか、あとは、カナダサイズとか書いてあるんです。こんな感じでこれ UK サイズだとサイズ6なんですけど、 USA サイズだと、R ラージ、まあ、レギュラーラージ普通の大きさぐらいですかね。でカナディアンサイズだとサイズ6となってますね。まあ、カナダ軍、あのアメリカ軍、イギリス軍の間で結構そのこういった衣服、ミリタリーのその服のその行き来がすごいあったみたいで、同じ NATO 軍としてこうはなんだろう、技術の提供し合ったりだとか、あと足りない服が足りないよって言ってる国に支給してあげたりとか、そういったものがありますね。だからやっぱ前に紹介したカナダ軍とかも、あのイギリス軍、アメリカ軍のディティールを持ってるものが非常に多いですね。でまあやっぱり一番の特徴はこのブロードアロー、まあこれ見るとテンション上がりますよね正直、ヴィンテージ好きの方でしたら。いやーやっぱ素晴らしい惚れ惚れしますねこれは。それでは次にこちら着てみたいと思います。それではこちらイギリス軍の P1960 パンツ履いてみました。生地が分厚いので、なかなかやっぱり冬とか秋とかに履くべきパンツだと思いますね。まあ、2枚仕立てなので、やっぱこのでっかいこのカーボポケットで、あとここのポケットですよね。ここにはなんか今はこうなんだろう、タバコとか、まあ、ちょっとなんだろう、小銭入れとか、そういったこう、まあ、ちょっとちっちゃいものとか入れるといいかもしれないですね。でウエストこんな感じになってますね。やっぱすごいここのディティールが特徴的でいいですよね。ここにもうガッて集まってるっていう、素晴らしいね。腰回りがね、ねえいいよね。やっぱイギリス軍って本当に変なディティールっていうか、変なディティールなんだけど、すごいやっぱもう今デザインになっちゃってるっていうね。それじゃナイジェル・ケーポンとかも真似する理由が分かります。でちゃんとニーパッチもあるし、いや実際これかなりあったかいパンツですね、普通のコットンなんですけど。で股が見るかも、でかなり結構意外とこれテーパードかかってるんですよ、キュッと。結構イギリスってあのテーラードの文化があるから、こうシルエットがやっぱりスッキリするよね。確かにそうだね、オーバーミリタリーなのに、うん、オーバーパントのくせに、フランス軍とかのね、もう47だとドカンっていうストレートシルエット、なんかいや、ダボつかないというか、そうだね、テーラードシルエットがね、テーパードシルエットですね。で以上、P1960 イギリス軍のカゴパンツのご紹介になりました。年代自体は60年代ぐらいで、そんなにすごい古いってわけじゃないんですけど、でもやっぱりイギリスの人気は凄まじいです。40年代50年代とか、まあ、年代かかわらずあのブロードアローについても、まあ、やっぱり本当に多分これからも人気になり続けるだろう、まあ一着だと思います。なのでナイジェル・ケーポンしかり、あとポータークラシックしかり、そういったそのアナトミカとかも、そういったなんだろう、やっぱりイギリス軍がトップオブトップだなと思って服作りしてるような面もやっぱりあると思うので、そういっ
まあ、現在のそのリモデルされたようなあのものもいいと思うんですけど、やっぱり僕はこういったオリジナルに走っちゃう方がいいんじゃないかなって思いますね。やっぱりこっちの方が本物って言ったら本物なので、モディファイドされたものもすごいモディファイドされたものでいいと思うんですけど、やっぱり僕的にはこのヴィンテージのオリジナルをお勧めします。こちらも今出品中ですので、ぜひご覧になってみてください。それでは、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。